回は令和4年3月20日に開催された津幡町自主防災クラブ連絡協議会の防災研修会の模様をお伝えいたします。この研修会は津幡町自主防災クラブ員の災害に対する備えの重要性を再認識するとともに、さらなる防災知識の向上を図ることを目的として開催されました。津幡町自主防災クラブ連絡協議会、笹崎会長と津幡町役場酒井総務課長の挨拶で講習会は始まりました。災害はもうコロナ以外にいつ来るかわからないというような形で、コロナで1年半ほど自粛しておりましたけども、これからは、ね、克服していって皆さんと一緒にまた災害に備えたこういう活動を行っていきたいなと思っておりますので、防災クラブの皆さんにおかれましては地域の防災活動にご尽力いただきまして誠にありがとうございます。この場を借りてお礼申し上げます。先週の16日には宮城県と福島県方で震度6強の地震がございました。そしてその2日後の18日には岩手地方で震度5強の地震がありました。いつどこで地震が起こるか。最初のカリクラムは総務課危機管理対策室の正田係長から、津幡町に整備されている防災行政無線の概要についての紹介がありました。町の職員が屋外で使用する管理タイプの装置のほかに、集会所にも、入るなんですけれども、もし家の前で自分の家の前の家が潰れた、自分の家が続いて消防本部畑中消防士長から過去の地震についての説明の後、地震体験車グラグラ号を使って実際の揺れを体験しました。休憩の後、消防機器メーカーの担当者から自主防災クラブに配備されている小型動力ポンプについて説明を受けた後、実際に説明を行い放水訓練を実施しました。でそこを確認していただいたら、完全にでガソリンが劣化するとエンジンがかかりにくくなります。それは、水に近い状態になっていくからです。この可能性もありますので、エアプリューナーというと実際にエンジンをかけていただきます。エンジンをかけていただいた後かけていただきます。で
昨年消防本部に配備されたドローンの飛行を見学しました。災害の規模の把握、それから今後も自主防災クラブの訓練を通じて、より一層の安全安心のまちづくりを目指していきます。